この手の話題は注意深く話さないといけないんですけど、まあ、あの明治聖火ファルマっていう会社が、まあ、あれですよね。あれの最新のバージョンをこう製造しているかなんかで、で、今月の10月から、まあ、高齢者向けにまた定期的にあれをしましょうっていうのが始まったんですよね。でその中に、あの、明治聖火ファルマが作っている ま、レプなんとかっていう種類のアレがあるんですけど、まあ、これがあの SN、SNS 上では非常に不安視されているんですよね。で、あの、いくつかの大きな団体が、それは危険ですよっていう声明出したりしていて、で、それがちょっと名誉毀損に当たるんじゃないのか、みたいなことで、明治聖子春ルマがそういう反アレの団体をこう提訴しますということがちょっとニュースになっているんですよ。で、この件に関して、 僕は僕の肌感覚っていうんですかね。これまで生きてきた僕の経験上の感覚っていう全然当てにならないただの僕の感なんですけど僕の感からいくとこれが始まっても僕は大したこと起きないだろうなと思っているんですよ。ただ僕はやろうとは思いません。またその理由はまた後で説明するんですけど現状なぜ僕は大したこと起きないだろうなと思っているかというと 一応これその日本では実験してないようなんですけど、ベトナムで2万人近い人であの一応実験してるようなんですよ。で、これって結構な数だと思うんですよね。で、今回のこのレプランとかのあれっていうのが何が不安視されているかというと、その、それを体に入れた人の体の中でどうやら増えるようなんですよ。その成分っていうんですかね。薬効成分というか。で、増えたやつが、 体から染み出てくるらしいんですよ。汗とか、その呼吸とか、まあ、いろんな経路から。で、それがバーンって伝播してしまって、違う人にこう移してしまうと。移された人はまた、移された人の中で増えて、その人がまた広げて、やっていってしまうんだと。その可能性があるんだって言ってるんですよ。だから心配なんだって言ってるんですよね。で、これって、そのまんまウイルス、 一緒じゃないんですかと思うんですよ。そういう増え方するっていうのは。で、それって実行再生産数ですよね。これが1を超えたら流行するんだと思うんですよ、僕は。要は、一人の人が一人以上に伝播させてしまうっていうことが起きたら、もうそれはもう指数関数っていうんですかね、なんかどんどんどん,どん増える、こうネズミ算式に増えるみたいな。 で、その、普通の、そのウイルスの流行病っていうのは、そういうふうにネズミ残しにブワーって増えるから、一気に流行が起きるっていうんですかね。第1波、第2波とか、第8波とかなんかありましたけど、あんなふうに流行が起きてしまうっていうのは、そういうことが起きるからだと思うんですけど、これ、あの、普通に考えて、ベトナムでそれが発生しているなら、あの流行が起きて <laughs> ませんかと。なんせ万人近い人に、まあそれを、 行ったっていうことなんですよね。要は、新規感染者が2万人近く出てますっていう報道がバーンってなされてるみたいな感じで考えたらいいと思うんですよ。そしたら、どん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 増えるじゃないかって思いますよね <laughs>。僕はそう思うんですよ。だから、これ調べたらいいと思うんですよ。ベトナムのどの地域でその実験をしたのか知らないんですけど、その、実験した人じゃない人ですよね。 何もその知見に参加していない普通の人をかなりたくさんの人をちょっと調べて本当に体の中でそれが増殖しているのかっていうのを調べたらわかるんじゃないのかなとは思うんですけどただそれするまでもなくもし本当にその懸念しているようなそういうことが起きるなら謎の流行病が起きてるんじゃないのかなと思うんですよなんせ この新型のレプなんとかのあれも、従来のその M なんとか RNA のあれよりはちょっとマシとは言ってるんですけど、その副反応があるんだって言ってるんですよ。っていうことは、その移されて体の中で増殖してしまった人も、謎の発熱とか、謎の頭痛とか、起きるんじゃないんですかと思うんですよ。そしたら、その謎の何かがベトナムで、 流行ってないんですかと。僕はなんかそういう謎の何かしらが流行ってるっていうのを、あのー、ニュース見たことないんですよね。だから、僕はおそらく多分、なんともないんじゃないのかなと僕は思ってるんですよね。そう、そういう意味でもというのか。僕は学者でも研究者でも何でもないのでわからないんですけど、まあ理屈的に言ってそうなんじゃないのかなと。しかし、僕はそういうものをやりたいとは思わないんですよ。なぜなら、 未知の世界だからなんですよね。これ、その、いくら、その、実験しましたとか、理屈上こうだとか、言われても、なんていうのか、現実っていうのは、どうなるかって、誰にもわからないんですよね。いくら、その、めちゃくちゃ賢い研究者なり、あるいはそういう研究者が結集して研究したって言っても、神様じゃない限り、この世界の全てがわかるわけないんですよ。 人間の全てを分かるわけないんですよ。全てが分かった状態、もうあらゆることが知り尽くされている状態なら、絶対に安全だとか、こうなるとか、こうならないとか言えるんですけど、現状、人間のテクノロジーって、まだまだ発展途上の途中だと思うんですよね。で僕はそういうものに安易に乗りたくないので、様子見するはずなんですよ。要は、あの、飛行機とか、開発されましたと。 プロペラーでもない。ジェットエンジンでもない。新たな仕組みで飛びますと。これは理論上飛ぶんだと。で、さらに実験してますと。なので安全だから商用利用しますと。普通に使いますと。ただ、まだ商用利用がほんの数回しか行われていませんと。あなた乗りますかと。言われたら僕は乗らないんですよ。それが商用利用で、 実社会で行われて完全に安全だと。まあ飛行機も時々落ちることはありますけど、多くの人が何年もそれを利用し続けても何ら大きな問題が発生しないみたいなことが確認できたら僕は、ああ、それはもう安全だなと僕は思うんですけど、<laughs> 僕はそういうその安全意識の人間なので、 誰が言うとか、その、偉い研究者が言うとか、僕にとっては関係ないんですよ。どんな研究者でも、この世界の全てを知っているわけではないので、それを実社会で実行した場合に何が発生するかは、絶対的に予想できるわけではないんですよ。だから、その証拠っていうんですかね。実社会でそれを行ってみて、何も問題が発生していないっていう証拠が得られたら、それは安全だなと僕は言えるんですけど、 だから僕は様子見にするんですよね。そういうその、新たなものっていうのは、危険が伴うものなんですよ。いくら、あの、理論的にとか、あの、ちょっとだけ実験したとか言われても、事故が発生するときは発生するんですよ。ボーイングが開発したロケット、6月ぐらいに、あの、国際宇宙セーションに向かって飛び立ったロケットがあるんですけど、あれまあ安全だということで、宇宙飛行士が、まあ一応最終実験ということだったんですけど、二人乗って国際宇宙セーション行ったんですよね。 これが安全だと思っていたら、ちょっと怪しいかもしれんっていう話になって、その人たち一週間で帰ってくる予定だったのに、今現在もまだ国際宇宙ステーションに閉じ込められたままなんですよ。取り残されてるんですよ。僕はこんな地獄ないと思うんですよね。しかしこれは、それだけ安全性が担保されていないものだったから、こういうことが起き得るっていうのは、あるんですよ、そういうことは。 それはもうほとんどそういうことはありませんよって言われて宇宙飛行士の方も了承して乗ったんだと思うんですよね。でも、そうじゃないことが発生してしまうんですよ。発生してしまうときは。だから、ある程度長い時間っていうんですかね。5年とか10年とかかけて、あ、それなら安全だと言われるようなレベルにまで僕は待ったらいいんじゃないのかなと思うんですよね。待てたと思うんですよね。これまでも M なんとかなんとかの ファイザーのやつとかでも、高齢者は別として、50歳以下とかの人たちはほとんど様子見できたはずなんですけど、なぜかその安全性が完全に担保されているかどうかわからない乗り物に平気で乗れる人たちが多いんですよね。それが僕はちょっと不思議でならなかったというのか、僕はそんな風には絶対ならないと思ってたんですよ。さすがに。しかし、なんていうのか、こう、人がいいというのか、なんか人を信用するっていうんですかね。僕はどんだけ偉い。 学者と言われようが、どんだけ崇高な理屈を言われようが、それが安全かどうかを判断するのは僕の基準なんですよね <laughs>。なんかその基準がなんか多くの人はなんか適当なんですよねこう。権威が言ってるから安全だとか、科学的に証明されてるとか、僕は科学的に絶対的なことって、ほんの数えるぐらいしかないんじゃないのかなと思うんですよ。そもそも、 この世界に絶対なんてあるんですかと。まあ今回のレプなんとかに関しては、あの、実際どうなるかはわからないので僕は様子見なんですけど、ただ、あの、反アレの人たちが懸念しているようなことは僕は起きないんじゃないのかなと。これにはもうほぼほぼ根,根拠はないんですけども。現状ベトナムでそんな変なことが起きているっていうことを報道されていないし。かつ、まあ僕の経験上っていうんですかね、なんか空気的に多分変なことにならんやろうなと。<laughs> 僕は思ってるんですけど、ただ僕は、あの、それを、進んでやろうとは全く思いません。っていう話でした。芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。